茶山町である。香港発祥の様式で、洋食も中華料理も扱い、早朝から深夜まで営業する店も多い。近隣住民や学生が朝食や夜食を食べたり、ビジネスマンが昼食を食べたり、冷たいものを飲んで休憩したりと、香港人の日常生活には、欠くことのできない存在となっている。香港人を対象にした、最も香港らしい。 食文化はというアンケートで茶山町は第一位となったことがある。近年は上海や北京などの大都市や各国の中華街にも香港スタイルの茶山町が出店している。また日本でも東京、大阪、名古屋、神戸などに関東料理と喫茶メニューなどを出す類似の様式の飲食店が存在する。 表室と呼ばれるレトロな店の内装の例、20世紀前半、第二次世界大戦前の香港では、住宅地の近くに、半固定式の屋台である大パイが多くあり、朝食の油帳や中華まんなどを売っていた。1930年代には、気候が暑い甲州市で冷たい飲み物を提供する、表室、関東語、ベンサ、ビング1サット1と呼ばれる、喫茶店が出現し、 数を増やすとともに、近隣の地域にも普及して行った。第二次世界大戦後、香港でも徐々に暮らしが落ち着くにつれて、氷室ができ、さらにそれまでは高級レストランでしか食べられなかった洋風の軽食も出すようになり流行した。当時は、冷たい飲み物や、サンドイッチなどの簡単なメニューを用意することで、客も満足し、利益も出せたが、 競争の激化と多様な要望に応えていくうちに、現在のような洋食メニューと中華メニューを取り揃えた豊富な内容で、長時間営業するスタイルの茶山町へと変化してきた。一部の店には、教室時代の内装や野号を今も残している店も、ある。一方で不夜城とも言われる、香港のライフスタイルに合わせて24時間営業にし、新しいメニューを広げている店もある。 地下や家賃の高い香港では、回転率を上げた経営をしないと生き残れず、人件費をかけても、長時間営業する方が、利益に貢献できるという考えもある。しかし、多数のメニューを揃えるために、廃棄せざるを得ない材料も多く、近年、より効率的に営業ができるように、天津専門店や洋菓子専門店に転業する、例も見られる。また、もともと甘みどころ、 肉のロースと麺類などの専門店が喫茶メニューやセットメニューを用意して茶山頂化している例も多いがこれらの茶山頂と名乗っていない店では手間のかかる洋食などは用意されていないことが多い。また、マカオの茶山頂ではポルトガル料理やマカオ料理のメニューも取り入れている例が多い。香港と 中国本土の経済的つながりが強くなると、地域的にも新鮮市など、香港に隣接する地域や甲州市にも香港式の茶、山頂ができるようになり、現在では、広東省内の大抵の都市にある。ただし、広東省などにある茶山頂では、洋食メニューは、わずかの場合が多い。広東省から離れた中国の都市では、茶山頂という店名をつけていても、 単なる関東料理店である場合もある。店内の一例、犬炒め牛側ちょかしら半球大乗朝食の定番、腹油マカロニスープ香港風、フレンチトーストアイスユアンヤン茶、緑花山町の入り口香港島の乱放園、香港の食料品店では、茶山町の味と銘打った紙パック入りのレモンティー、ソフトドリンク、インスタントミルクティーなどが売られている。 香港ではバターを挟んだパイナップルパンを形取ったマグネットなども売られている。ありがとうございます。